どうも、オプショントレーナーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。本日7月9日は7月切りの S q 日ということで S q 値は27,726円ということになりました。しかしこの S q 値の結果がまあどうでもいいと思えるぐらいの、まあ、ザラバの値動きになってしまって一時今日は700円安ともうほぼ暴落相場突入かという予想だったんですけれどもこれが13時45分頃から 一変今度は急という、まあ、非常に荒れた相場になっていますただね、今日、昨日今日でボラティリティが上昇したことで、オプション売りにはまあ非常にやりやすい相場になってきました。で、今日は初日のアウトストラングル作戦を実施する日でもありますから、そのご紹介と,とともに、アルーンオシレーターのサインなんかも出てますので、盛りだくさんとなってますから、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、7月12日、日経22 5オプション考察、始めていきましょう。 はい。本日のメニューですけども、チャートはボリンジャーバンドを確認しています。それからオプション手口は今日から8月切りになっています。先物はいつも通りで今日の着眼点という形で進めていきます。 はい。それでは7月9日、総場外況からですが、まず今日7月切りの S q 値、冒頭でもお話をした通り、27,726円72銭という形になっています。そして日経平均の方は27,940円、マイナス177円、マイナス0.63%なんですけれども、まあ一時700円安の27,419円まで、 売られているので、ま、あそこからは530円も戻してるんですね。まあ、なんとも5場だけで500円戻してますから、恐ろしい相場になっています。で、トピックスも1912.38、マイナス7.94、マイナス0.41%と終わってみれば小幅安で、 ま、なんとかクリアしたという形ですね。マザーズ1168.30、プラス9.22のプラス0.80%ということで、マザーズはプラテンしています。売買代金、東証一部。今日は S 級日なので、まあ、3兆3239億円。マザーズの方は1734億円でした。それからビックスと VI、こちらもですね、昨日今日でぐんと上がったものが一気に行ってこいで落ちてきて、ビックス17.57、日経平均 VI は18.75で、結局わずか マイナス -0.04 という形になっていますはいそれではここからは日経平均冷やしのチャートを確認していきたいと思いますまず今日この紫の線ちょっとね太めに書いてみましたがいよいよ出てきた200日移動平均線ですねなんと今日200日を一 一旦オーバーシュートして、これどうなることかと思ったんですけれども、まあ、すぐに戻して、まあ、そこそこ上で、しかもま、要線だったりはするんですが、窓は開けてしまっていますという形で、まあ、なんとかね、200日で止まったと言えるような動きになっています。ただし、もう、これもずっと言ってるように、冷やしで見たときは移動平均線は全部ぶち抜いて大きく下落してますから、もう一旦下げ止まり、まあ、今日一旦ね、200日で下げ止まったんですけれども、ここで、 下げ止まってまた上に行けるのか、一旦このままずるずると行くのかというところの目処は、ちょっと週足等々で確認していかないと厳しい形ですね。日足だけ見ていても、下値の目処が200日ぐらいしかないという状況です。で、モメンタムも当然ずっと下がっていて、直近安値を割り込んできたので、こちら5月 CPI ショックの時につけた位置。 まで押すのかどうかですね一旦今日でもまあ戻して週明けはなんか戻してくれそうな今のところムードなのでまあそこに期待をしたいなというところですけれどもただ 日足のチャートで見た場合は完全にまだ崩れてるんですね。今日5場500円も戻したのでなんかすごい戻ってきた感があるんですけれども、形的にはまだ完全に短期下落トレンドで、このトレンドを割,割り込んでますからね。割り込んでまだ距離あって窓も開けてますから、まあそのあたり、週明けこの窓を埋められるかどうかとか、5日移動平均線の上に出れるかどうか、まあこの辺を見ていって、 いいいたただきたいなと思っています、まあ、この辺でね、跳ね返される可能性まだまだ十分あるので、引き続きシートベルトはしっかり締めておいた、置いていただいた方がいいかなと思います。はい、次にボリンジャーバンドですね。こちらももう見ていただいたらわかる通り、マイナス3シグマ突っ込んで大きく下に。 いったんですけれど、結果的には戻してきて、今日、マイナス三シグマが二万七千七百十九円で、終わり値が今日百四十円まで戻しましたから。まあ、一旦ね、ねマイナス三シグマの上で終えられてるんですが、一気にラッパーのように広がっている。バンドの中で、二シグマと三シグマのところ、まだマイナスバンド。多くをしているということですからね。こんだけ戻ってきても、まだ。 このすごい角度で落ちているマイナス2シグマと3シグマの中間点にしか来れてないので、まあ、ボリンジャーバンドで見ると、まだまだ危険というか怖い形なんだなっていうことは再認識できると思うので、まあ、月曜日戻したとしても、まだまだ楽観はしてはいけないぞというのが、このバンド、ボリンジャーバンドでよくわかるかなと思います。はい。で、えっと、先物の,の方ですね。これ戻してきたので、 先物の,のバンドウォーク、ボリンジャーバンドを見てみると、結構ね、状況一変してくるんですよね。一旦マイナス3シグマ押したものを戻して、マイナス2シグマも奪還してですね、一旦マイナス1シグマも一時奪還してました。ただまた370円、8円ぐらいまで押し戻されているので、今これ収録しているのが21時半。 から22時の間なんですけれども、一旦400円を超えて、また少し戻されてると。まあだいたい。今マイナス1シグマぐらいでうろうろしてる状況なんですけれどもまあ、月曜日このあたり。 まあまだこの後ニューヨークありますけれども、月曜日がこの辺りから始まるのだとすると、なんとマイナス1シグマも奪還してくる動きになるので、まあそうなるとまた一旦レンジの方に戻れる可能性出てくるんでね、もう一気にこの2シグマ、σ 3シグマ、マイナス2シグマ、3シグマの間をぶち抜くのかという心配をしてたものが、 一点ムードが明るくなっているという、まあ、ボリンジャーバンドになってるので、まあ、こちらですね月曜日以降どういう動きになるのかっていうのをしっかり確認しておいた方がいいと思います。ただねまだバンド広がってますからこう下に行く可能性も十分あるので引き続き注意をしてほしいなと思っています。 はい。それではここからはオプション手口見ていきたいと思います。まずは海外勢合算。で、いよいよ今日8月切りがスタートしたんですが、まあ当然まだ JPX からの開示がないので、残高が一切わからず、今日7月9日のトレードだけなので、まあここであまりね多く語っても仕方がないので、今日はさらっといきたいと思います。で、月曜日ね、開示されたらそこからしっかり見ていきたいと思いますが、海外勢で見ると、まずこの28,500のコールですね、大きく売ってきています。これはアムロがベラボーに 売ってきてるからなので、一旦28500っていうところにまあ、コール売りの蓋が入ってる状況ですね。で、まあまあ先物がもう400円ぐらいまで今来てますから、果たして週明けまあ、ここが負担になるのか、これを抜いていくのかまだね。初日なんで何とも言えないですけれども。 一旦コール側は8月切りのスタートは売りが多いよねっていうところでまだ上値が重い。ただこの上値の重いっていうのが2万9000円ぐらいのところから2万8500円に下がってきてるっていうところは一旦注目しておくといいのかなと思います。で、プット側はですね、まあ2万7500と2万7625で、まあ、買いと売りですね。近いところを売って遠いところを買っている。それから2万7250のプットと2万7000のプット。こちらも近い方を売って 遠い方を買ってるみたいな形でまあちょっとねクレジットスプレッドみたいな形でまあ売りと買い売りと買いということになってるのでまあその意味ではデビットの方ではなくてクレジット のまあまあ、この辺りで下げ止まるんじゃないの、この辺りで下げ止まるんじゃないの、的なポジションかなと。ただ、売りよりも買いの方が多いんで、抜けた時にはやっぱりこちら買いの方でヘッジしているので、これはまあまあ、まだ上も下もよくわからないけど、まあ、プットの取引も増えてますよっていうことですね。まあ,あの、昨日今日の下げ見てれば当たり前なんですけれども、ということなので、まずはだいたいこんな形っていうのを今日は見ておいていただく。 のでいいいいかなと思いますはい、次にゴールドマン,です、ね、ゴールドマンも、まあ、先ほどの海外勢全体の動きとよく似ている部分はありますが、まあ、あの注目的今日多かったのは27,500のプットを200枚買ってきているということで、まあ、引き続き若干 まあ、今日の入れ方なんですけど、ただね、2万7000円のあたりはまあま、あ80枚と枚数少ないんですけれど、まあ、2つ合わせて160枚、170枚ぐらいの売りを入れてきているので、まあ、そんなに一気に下押しすることはないぞっていうようなパターンですよね。で、コール側はまあ、ほとんど入れてないので、何とも言えないという形なので、まあ、ゴールドマンね、大いレスキュー初日。 とかっていうのはあんまり動いてこないのでまあ今日もそんなにまあポジション動かしてないという感じですかねはい次にアムロですけれどもアムロがこちら海外勢合算の時に話ししたように28,500のコールいきなり1895枚今日1日で売ってきてますでその上ですね28,625から29,000のコールここはまあ合算すると300の 550の500、だから1000枚ちょっとは買ってきてるんですよね。なので、まあ、28,500の売りと、その上1000枚ちょっとの買いというようなセットで考えると、まあ、ここもクレジットスプレッドみたいな形になってるかなと。さらにその下、28,250のコールも今日800枚近く買ってますから、 まあどちらかというと、これ28,500よりも上に行かないんじゃないのという形にしつつも、それを超えた時のための返事も入れているので、まだこれだけだとね、何とも言えないかなと。ただ、プットの方は、28,000のプットを300枚買ってきてるとはいえ、その下、売ってきているので、どちらかというと、ちょっとまあ今の水準、28,000円 よりも少し上現時点では2万8000から2万8500ぐらいを見たバランスの、まあ、今日立て方してるのかなという感じですね、はい。なんかどっちかに強烈に上か下かをまだ今日一日で決めてるような動きではなさそう。 はい、最後は先物ですね。今日ちょっとね、先物がすごい数字が下の方に見えてますね。今日日経平均マイナス0.63%、トピックスがマイナス0.41%。で、ラージプラスミニの日経平均型の先物が4155枚の売り越し。でですね、トピックス先物が今日12754枚も売られて、合算すると16909枚。まあ、17000枚近く今日は売られたということで、まあ、確かに一時700円安まで売り越し。 込まれれてるんですけれども、まあその後500円戻してますから、まあ、そういう意味では一旦今日はトピックスが先物ベースで大きく売られたという形になっていますでまず買い取り個別で見ると今日はまあね非常にド派手 S 九州だったってこともあるんですけれどもド派手になっていてまず買い側はアムロ3 1 3 6枚ですねまあ今日下げていく中でダダダッと買ってきてるのではあると思うんですけれどもえ5番 買い上がっていくところで一気にこれ買いを進めたのかもしれないですよね。それからもう一つ JP モルガンも今日3097枚一気に買ってきていて、まあ JP モルガンはですね、ちょっと先週ぐらいからまたトピックスを中心に先物で買いを強めている動きなので、まあこ,こからですね、ちょっと上昇相場を牽引する時には JP モルガンとか、まあ短期で言うとクレディスイスもついていくので、まあそういったところの買いには注意をしたいなというところですかね。一方、売りがですね、壮絶なことになっていて、 き今日ゴールドマンは3593枚、まあ、S q でゴールドマンは下行った方が良かったので、まあ、下に動いてるところに追随、売りを入れてきたのかもしれない、ソしてても、まあまあ、フラットだったんですけれども、今日一旦大きく売ってきてるんですよね、売りの流れに乗っかってる形、でさらにモルガン・スタンレーですね。 ここがもうこの7日、8日、9日で今日8000枚と、まあ、なかなか見ない数字を売ってきていて、まあ、一気に今週1万3000枚ぐらい売ってきている形になってますので、まあ、まあ買いが積まれていたところを に今週売ってきたという形ですねそれからクレディ・スイスも昨日2000枚近く売っていった中で今日も1500枚近い4桁の売りを重ねてきているので、まあ、ここはですね一旦相場が大きく下に行っているので、まあ、売り乗せしてきたと、まあ、当然動いた方にクレディ・スイスついていって悪化させる人たちなので、まあ、そういう動きをしたのかなと。 で、あと UBS が1300枚、メリル・リンチも3000枚、ドイツも1900枚ということで、まあ非常に売りが今日は進んだ一日になっているということですね。はい、ということで、ここからは今日の着眼点ですね。今日はちょっとボリュームがあるのでサクサクいきたいと思いますが、とはいえですね、まあ今日はちょっと 7月切りでアウトストラングルのま、まとめだったりとちょっとね、やること多かったので、あまりしっかりとネタ探しができてないので、軽く見ておこうと。で、まずね、お月様。これはちょっとね、おまけです。ちょっと見ておきましょう。<laughs> 明日が新月なんですよね。それから、アルンオシレーターがですね、ちょっとまたサインがギリギリ出ている、出てないっていうところなので、ここももう一度見ていただければなと思います。それから、日経平均強度の上位ですね。ボリンジャーバンド、どうなってるかっていうのをちょっと見ておきたい。これは週明け、本当に日経平均強いのっていうところを見るためですね。 で、あと今日はですね、注目の安川電機、いつも、まあハイテクの先陣を切って決算出してくるところなんですけれども、まあ今日この結果が、まあ週明け大きく意味を持ってくるので見ておきましょうと。で、まずお月様ですね、こちらまあ軽く見ていただければというところなんですけれど、7月10日、まあね、あの、明日、 相場がないので、チャート上は今日のところに新月マーク出てますけれども、7月10日が新月ということなので、週明け月曜日からは、今度は新月から満月ターンということになるんですが、まあね、これ以前もお月様のところでお話をしましたが、満月から新月の時は上昇、新月から満月の時は下落、満月から新月の時は上昇。 新月から満月の時は下落という形で、まあたいこう、日にちがね、1日2日ずれたりはしてるんですけれど、それなりのまあまあ、こう、方向性が出ていたんですけれど、今回ですね。 満月になった後から急落していって、で、なんとかここでもし今日下げ止まったとすると、今度は新月からは上昇みたいな、ちょっとね、あの、テレコな形になっちゃってるんですよね。なので、まあまあ、今までの流れ、直近の流れから行くと、新月から満月ゾーンっていうのは下落だったので、まあね、ちょっと戻すふりをしてのリターンムーブのようにもう一段下げ、みたいなことも、まあね、お月様からだけ言うのであれば、ちょっと注意をしないといけないと。ただ、相場の転換、満月、新月、 で相場の転換だよというふうにいいように取るのであれば満月、新月のターンで思いっきり下げましたからこっから上昇するかもしれないですねとまあね言うことをコロコロ変えるとほとんどあの何の意味もないので一旦は新月、満月ゾーンに入るので下げを注意したいなという形で今日はまとめておきたいと思います。次にですね みんな大好き、アルーンオシレーターなんですね。で、えっ、ー、と、こちら日経平均の冷やしで、アルーンオシレーターを見ています。で、このアルーンオシレーターってのは、まあまあ、あの、RSI とか RCI に似ていたオシレーター系指標で、このまあ80、80%とマイナス80%っていうところで、えっ、ー、と、80になれば、まあ、われすぎ天井付近なので、下落に注意しましょうと。それから、マイナス80に近づけば、売られすぎ底間近なので、上昇。 をまあ警戒というか、期待というかまあそういう風に見ておきましょう。というところで、ギリギリこれ80に届いてないんですね。ただ、まあだいぶえっと天井圏から。今度は底値圏に来ていたという。ところで、今日5倍いきなり500円戻しちゃったので。 ちょっとね、これ月曜日こういう動きしてくれるとアルーンオシレーターまた刺さったって言えたんですけれど、ちょっと早いよという感じにはなってるんですが、一旦まあこういう形でサインがギリギリ出る水準まで来てるので、ある程度ね、やりきったかなと。また直近少し押したかなというところなので、こっからの反転っていうのはアルーンオシレーターからも期待ができるかもしれません。 で、えっと、じゃあ、アルンオシレーター何ぞやと。まあ、最近ね、このチャンネル知っていただいた方は、ぜひ、5月の25日に上げている動画で、これ詳しく説明しているのと、これ今私、トレーディングビューを使ってるんですけれども、トレーディングビューの、えっと、インジケーターですね。どういうふうに設定したらいいかという設定方法もご紹介しているので、ま、ぜひ興味のある方見ていただければと思います。概要欄にもこの5月25日の動画の方、リンク貼っときますので、まあ、週末にでもぜひ見ておいてください。 はい。で、ここからは日経平均強度の高い個別の銘柄のボリンジャーバンドを見ていきましょうというところなんですけれども、まあ基本的には楽観できないよねっていうところを確認してください。まずファーストリテーリングですね。今日戻したんですが、なんとかマイナス2シグマのところで、まだこれバンドオーク開始する可能性がありますということで、こう非常にね、下落してきている中で、なんとか踏みとどまっている状況。 次にソフトバンクグループは割と重症ですね。まあもうこちらは皆さん肌感覚でもう分かってると思いますけれども、ずっとまあ下げてきている中でバンド幅が縮まって、 いったところで一旦ねゼロラインまで戻したんですけどドスンと下げた後は今なおバンドウォークを緩やかですけど2シグマ三シグマの間でやってるんですね今日こちらもなんとか2シグマの上に出てきたんですけれど下落のこの向きからいくとまだまだズルズルいきそうな形なのでまあファーストリテイリングでも全然弱い形ということなので引き続きソフトバンクも要注意それからですねハイテク系がですねやっぱりちょっとソックスが昨日下げたこともあるんですけれどもこうね往々にして ババンドオバンドドーク下のしてるんですねこれ東京エレクトロンはもう完全に2シグマと3シグマの間で2週間近くこれずっと下げてきていてまあ今日も大きく戻したんですけれどこちらもマイナス2シグマのところで止まってるのでまだまだこのまままたね週明けストンと行く可能性もあるので注意をしないといけない。 ファナックは、こうね、ちょっと、緩やかな上昇だったんですけど、今日大きく下げてるんですね。他の銘柄みたいに、陽線で戻してきてるんじゃなくて、今日明確に陰線で、マイナス1シグマを割り込んだ形になってるので、まあ、こちらも今日また少し弱い形になったと。今までなんとか踏みとどまってたんですけどね。で、次に、えっと、日経平均強度というよりは、こちらトピックスの方ですよね。トヨタ、まあ、ずっと行って1万円達成した後、ズルズルズルと。 まあ、難聴になってきてるんですけれども、ずっとこの辺レンジだったので、一気にバンドが収縮してきている中で、広がりつつちょっと下落に向かっているので、こちらも要注意ですね。今日なんとか、あの、こちらも踏みとどまって、ここはマイナス2シグマの上ですね。マイナス1シグマと2シグマの間で踏みとどまっているので、まあ、今まで見てきた銘柄よりは全然強いんですけれど、まあ、一旦ね、ここも少し力尽きてまたこう下に行くと、 ここからですね、もう25日線も割り込んでますから、まあちょっとね、下の方に行く方を心配した方がいい形になってるのは確かなので、まあトヨタの方も楽観できない形ですね。で、えっと最後ですね、今日決算になった安川電機、安川電機は実はこれ、決算期待があったのかもしれないんですけれども、じりじりと まあ、ボリンジャーバンド上は、こう、しっかりと、ゼロラインと1シグマのところ、で、その後2シグマと間で、こう、じりじり上がってきてたんですけれど、まあ、今日一旦下げて、25日移動平均線、このゼロラインを割り込んだんですけれど、まあ、最後ね、戻して、なんとか、25日移動平均線の上で終えているという形で、決算を迎えてます。 で、その決算なんですけれども、まあ私もこのヘッドラインしか読んでないので、詳しいことは全然わかんないですが、割と良かった。あ、結構良かったって感じですかね。えっと、このコンセンサスをなんと10%近く上回ってると。9.6%上回ってるということで、これはかなりよろしいんじゃないでしょうかと。ただまあ前回もね、安川電機決算で、それなりに良い,いもの出してんのに、翌日大きく売られたと。まあ翌日というか週明けですかね。大きく売られたということがあったので、ちょっとまだまだ警戒は あるんですが、一応ね、PTS 見てみましたと。で、PTS あ,、ね、あんまり当てにならないっちゃ当てにならないんですが、今のところというかまあこれね、えっと今日9日の21時15分に見たんですが、今日の終わり値、ね、5410円に対して5700円ということで5.4%高。かなり買われてますよね、PTS の中では。ということで、これはまあ週明け安川電機はさすがに窓を開けて強い動きになりそう。 ね、PTS で5%台からですからね、もしかしたら5%ぐらい現物の高値を期待できるかもしれない。そうなると、まあ、他のハイテク機械、半導体、銘柄なんかにも、まあ、やれやれ安心感からの今度は期待ですよね。この後はまあ続々と決算が出てきますから、それに向けて期待上げということで、 まあこの辺、日経平均に寄与度の高い、もしくはネガサ株あたりがしっかり集分けしてくるという期待が持てる、今日の安川電機の決算だったんじゃないかなと思います。はいそれでは月に1回なので、今日はまた一つ宣伝させてください。 新しい、まあ、現月が始まるたびに、まあ、私の方では初日のアウトストラングル作戦という形で、まあ、オプションの上と下を打って利益をまあ、しっかり取っていこうという作戦をご紹介しています。で、こちらですね、まあ、ノートの無料マガジンと有料マガジンという形で展開してるんですが、有料マガジンの方も、まあ、一回買い切りで、ただ毎月ですね、データと記事を上げています。今日ももう夕方、早速8月切りの攻略ポイント、 売りのところを、まあ、提示している記事をアップしていますので、まあ、興味のある方はですね、この後ちょっと見ていただいて、ぜひ参加していただければなと思っています。 はい。それでは初日のアウトストラングル作戦という戦略について少し紹介させてください。これはオプション初心者の方向けにファーのコールとプットを売るという、まあ、いわゆるショートストラングルの戦略のことです。まあ、あの、これずっとノートの方で連載している記事なんですけれども、無料版の方では概要をしっかりと説明していて、で、有料版で毎月具体的なデータとともに実践記事を公開しているというふうな形になっています。で、毎現月ですね、日経平均がここまでは上がらない だろうもしくはここまでは下がらないだろうというポイントを考察していますですので SQ が終わって新しい元月になった初日にその位置のコールとプットを打ってしっかりと利益を取っていきましょうということですねでコールとプットの裸売りを2枚仕掛けるという作戦ですから、まあ、当然危険な部分はありますありますが それゆえにロスカットをしっかりとしましょうそういうルールをしっかりと記事にして書いてますしあとは買いと組み合わせることによって、まあ、最近証拠金高いところをしっかりと抑えながらですね初心者の方でも安全に取り組んでいただけるというようなところまでしっかりとケアした記事になってますで具体的にまあ毎月どんな表が公開されるのかっていうとまあ今これ去年の分なんですけれども、まあ、こういった形で毎年月ごとに更新されたデータってのがアップロードされます で私自身ですね、まあ、この作戦で毎月5万円から8万円ぐらいをしっかりと、まあ、コールとプットの売りで取っているということですねでそれを元手に、まあ、ちょっとこう攻めた戦略のスプレッド、まあ、デビットスプレッドとか、えー、コールバックプットバックみたいな形のスプレッドを仕掛けるその元手にしていますで、まあ、あのこの動画の概要欄にリンクを貼ってますので、まあ、興味のある方はですねまず無料版の方の記事を読んでいただけるとありがたいなと思っていますでまさに今 SQ が終わって新しい現月が始まるというようなタイミングですからまさに今仕掛けることのできる戦略ということなのでまぁぜひ初心者の方にトライしてみてほしいなと思っておりますはいということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンをそして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしておりますですのでよろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね